ジェネレーションの後藤です。スペシャルゲストみたいな感じで今呼ばれるっていうのをさっき知ってシーンとしてたらね、どうしようみたいな気持ちだったんですけど、案外人気があったあるんだなこの映画に関わることができて非常に嬉しく思ってます。本当に素晴らしい映画に携わることができて光栄に思っております。ここまで電車で来たんですけど、なんかここに立ってるのがとても不思議な気持ちです。もともとそのこの映画館の話がある前にもムスタングっていう曲をあのアジカンの皆さんがこう原作の空ににインスパイアされて書いた曲っていうのがあって、あの漫画の中にある詩に曲をつけるって話だと思ってなかったんで、案外スタッフさんとかがあのノリが軽くて、あもう別に全然歌詞とか変えてもいいですよみたいなめちゃくちゃなことを言ってたんで、いや僕はそのままやりますっていう形で、恥ずかしくない歌を歌わなきゃなとすごく思います。